第5試合、担々麺 VS 麻婆豆腐、中華も C になる対決。担々麺を背負うのはナイスパック、ラッパーのポニーです。ポニー、やるしかないってことなんてない、自分で選んできたこのライ。2011年の b ボーイパークで優勝するなど、 MC バトルシーンの第一線で活躍を続けている。さらに36時間もフリースタイルを続け、ギネス記録に挑むという前代未聞のチャレンジラッパー。担々麺の魅力ってやっぱそのひき肉、炒めたひき肉を麺にダーンと乗せて、それを混ぜてもいいし、そのまま食べてもいいし、カレーもドライカレーとかひき肉でやられるじゃないですか。合わないわけがナイスパック。麻婆豆腐さんもね、僕もなかなか好きな料理ではあるんですけど、山椒とかスパイス入れてるんだろうけど、結局辛さでしょ、辛いだけでしょみたいなところがあるんで、まあ麻婆豆腐には負けないと思いますね。一方、麻婆豆腐をレップするのは歴史に名を残す、本日レペゼン麻婆豆腐、自給率上げるために知りアース、ラップバトル全ては C になる、ラッパーの玉です。よろしくお願いします。ドタンマ、メガネに黒髪という平凡すぎる見た目からは一変、ひとたびスイッチが入れば力強いラップを披露する日本屈指のラッパー。まあ、こう食料自給率を考えるという企画なんですけど、こう MC バトルを介して話し合えるというのはとっても素敵なことだなと思うので、いろいろ考えてきました。そして今日の試合に臨みたいと思います。僕が持論で思ってるのが、担々麺って汁物じゃないですか。汁物だから本当に辛みに徹底してるのかなっていう疑問が昔からあったんです。担々麺ってやっぱなんだかんだ汁物なので、汁でごまかせるみたいな辛いという点に関してはカレー寄りなのはむしろ麻婆豆腐だから、そこをウェイトで強さと持ってって戦えればと思っています。ひき肉の担々麺と辛みの麻婆豆腐、果たして C になるのはどっちだ。ポニーさん、いかがでしょう。まあ、カレーとどうつながるかなって、すごく考えたの。難しいですよ、ね、特に共通点は、ナイスパニック。ナイスパニック、彼の持ちネタギャグなんです。すいません、本当に不勉強でなんか決めに来てるなっていうのは分かったんですけどそのソースが何か分からなくてなんでやねんっていうのもちゃうしなと思ってナイスパニック、ナイスパニック。あ、なるほど、はい、ありがとうございます。覚えておきます。さあ、それドタマさんはいかがでしょうか。麻婆豆腐、カレー両方好きなので頑張りたいと思います。ああ、なるほど。さあ、それではヒダ D さん、お願いします。それでは先行後攻を決めるじゃんけんを行います。最初は10、じゃんけんほい、勝って高校で、高校先行ポニー、はい、高校ドタマン、 DJ ジュン、スピンダッシュ。ごまとひき肉、辛みのハーモニー、これは麺類界のサーロイン、細かく切ったネギやザーサイ、肉との相性はナイスパニック。ルーツたどれば中国四川省、広まってった人工芝の路上、炒めたひき肉麺にオンザセット、ストリートのアッシブル is the best。 同じひき肉でもうまさ導くのはこちら、説明するぜ一時に行く、今や誰もが知る中華の一品、麻婆豆腐が名を残す、赤唐辛子、ホワジャオ、豆板醤、そしてフルフルのお豆腐の登場だ。柔らかさと辛さのコントラスト、担々麺ちょっとまずそう、yeah.